折島さんは自分のこと天然だと思ったことある？天然、うん、まあ自覚はないね、うんうん、自覚がないことがまあ最大の天然たるゆえんかもしれないけどね、うんうん、まあ我々の仲間からもね、うん、あの折島もったつはもう一回もボケても突っ込んでもないって言われましたけど、僕らあの天然コンビですからね、うん、そうそうそう、ボケとかツッコミじゃなくて生き様って言われたことだったから、ね、うん、お前の役割は生き様って、どんな役割なんだよ、でね、今日のその今時用語関係あるの？天然ってのは、そうなの、あのね、養殖天然っていう言葉があるんですね、来たよ、これはだから今時用語じゃないんじゃないの？お、そうです、これ天然マグロだけどタルタルソースとかぶっかけちゃって、あの養殖みたいな仕立てにして味台無しにしたとか、そういうことでしょ？違うの？いや、今日の今時用語の養殖天然は人に使う、特に女性に使う言葉で、養殖うなぎの養殖ね、そう養殖天然、天然、うん、本当は天然ではないのに、はいはい、男性の気を引くためにわざと天然のように振る舞う女性のこと、現れたよな、おい、あえての天然ってことですよ、ね、俺はまあだけど、もう悪いけど、そもそも天然の女が苦手だからね、ああ、私わからないですみたいな感じのね、したたらずでよ、あるニュースサイトでは、うん、この養殖女子、養殖天然女子がですね、うん、周りにどれくらいいるか調査しちゃった、はい、はい、全国の10代の女子およそ250人に聞いたところ、うん、なんと8割近くが周りにいると回答したそうですよ。ただね、俺天然に限らず女は全部基本的に演技してると思うよ。そうですかな、うん、俺はもう極めて懐疑的に見てるけどね、あの生き物を。特徴としてはですね、うん、男性の前だと声のトーンが2トーンぐらい上がると声が高くなる。うん、これうちの姉ちゃんとかも電話でそうでしたね。急にヘナチョコになる。ヘナ。本当は頭がいいのに男子がいると自分の IQ を下げる、うん、意識しておバカになれると、ね、これで書いて嫌味だな。あと自分のことを天然っていう、ああダメダメダメ、自覚がある、絶対ダメこれ。あと私天然なんでみたいな、そうそうそう、言い訳に使うでしょ、前置きしてよ、うん、なんか何やっても許されるみたいな振る舞いしてた。そうそう、それは俺認めないから。当たり前だよ、即そこでそこで直れだよ、答え入れだよ、キレイツだよ。冗談じゃないバカ野郎ね。あと本当にミスはしてはいけないというところで決してミスをしないというね、うん、ちゃんと抑えるところは抑えるみたいな、どうしな、そういうとこがいちいちな、そうもうどれもこれも最悪ですよ、全く、本当に、まあ、あの以前から恋愛マスターをね、まあ、あの自称してる折島さん、誰が言ってるんだよ、本当に養殖天然なんかではなくて、うん、時代や用の東西問わずね、こういう女がモテるんだっていうのをビシッと教えていただけ、ビシッと言っていいんですか、うん、じゃあね、モテる女っていう存在そもそもがうざたいんだよ、本当にどうでもいいわそんな存在は、なんか勝手にしろ、本当に。というわけで今日の今時用語は養殖天然、意味は本当は天然ではないが男性の気を引くためにわざと天然のように振る舞う女性のことでした。口癖よ折島さん、はいはい、最近どんな映画見ました？映画ね、うん、岩波ホールでルキノ・ビスコンティの家族の肖像を見ましたよ。はあ、ビスコンティね、イタリアの貴族ですよ、本当に名画ですね。おすすめある？え、なんか他に、いやもうおすすめ最近だとなんだろうね、うん、あの沈黙サイレンスはね、うん、あまりにもあのキリスト教的な価値観を押し付けられすぎてて、はい、客席で俺が沈黙しちゃったあの遠藤周作のね、そうそう、でも一世尾形さん素晴らしかったけどね。あ、それなんか一世さんの演技は素晴らしかったけど、この映画ね、うん、デビルマン基準でいうとどんな感じですか？いや、何その、いきなりその基準、デビルマン基準でいうと何ですか、その今時用語は。今日の今時用語はデビルマン基準、うん、この言葉は映画デビルマンから来ていて、はいはい、ダメな映画を再評価するための新しい基準物差しのことです。ひどいね具体例としてあげちゃうのこれ、名前を使い方として、うん、大こけした作品とかね、あーはーはー、最低の映画に贈られるラジー賞っていうのに、うん、ものに選ばれるような海外であるよね、あるじゃないですか、うんうん、ああいうのに対して、うん、実写版デビルマンと比べたらいいんじゃないのとかデビルマンと比べたらむしろイケてるんじゃないのというように、まあ、あえてね、うん、あえて映画デビルマンと比較することで好意的に再評価しようと。ね、もうその最低基準がデビルマンってことで合意が形成されちゃったわけ、合意が形成されて、それが今時用語なんです。すごい、ね。過去の評価を情報修正したりすることもできると、うん、デビルマンによって。すごいね、うん、まあ。そういう映画あるじゃん、他に。まあまあまあ、確かにね、個人的にパッと出てくるのは、うん、まあ、その映画じゃなくて別次元に行っちゃってるんじゃないかと思える水野晴郎さんのシベリア超特急とかね。別次元。うん。あと、やっぱどう考えても本田博太郎の顔しか印象に残らない、うん、北京原人風合いとかね、フォアユー、うん、これもう三大名作ですよ、三大名作ですよね、うん、まあ、映画デビルマンこれかばうわけじゃないですけど、うん、実写版の映画って難しいですよ。そりゃそうだよ、お前もうルパン三世だの、あの辺でもう最近だったらひどい目にあったんじゃない、そう、うん、だからこう原作好きな人に向けて作ってはいないんだけども、うんうんうん、まあ、それにしてもみたいなね。明日の情もきつかったな。そうですね、どうですか折島さん、実写化してほしい作品ありますか？いや、俺あのだから俺よりむしろ多様だと思うけど、うん、あの話どうだったの、新世紀エヴァンゲリオン実写化っていうの。
あれあのハリウッドでなんかすごいプラン進行中とか、そうそう、権利だけ買ってまだフリーズしてるやつですよね、うん、あ、そうなの。そういうのがね結構たくさんあるんだって。あ、もったいないね。うん、まあね、その点で言ったらね、まあちょっと我々これベンチャルじゃなくてね、まあ我々の事務所の音体、うん、音体たけしさんがお出になる、そうです、広角機動隊ゴーストインザシェル、そうだよ、この実写版をぜひね今年はもう必見ですぞ。いやー、たけしさんが荒巻やるっていうので、うん、もう今かなり、楽しみにしてます。まあアニメファンの皆さんぜひゴーストインザシェル、はい、もうこれはマストシーでお願いします。というわけで今日の今時用語デビルマン基準、映画デビルマンを元にしてダメな映画を再評価するための新しい基準、物差しのことでした。この番組を聞いてくださっている皆さんの中にはですね、うん、春休みに家族旅行してきたよっていう方も多いんでしょうね。いいね、家族ね、我々いつ作れるんでしょうか、家族そのものを。本当ですよね、え、うん、2人ともですけれども、会社の上司や同僚、ご近所の方から、まあ旅先からね、はい、嫌げ物をもらったっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。嫌げ物、嫌げ物、うん、今日の今時用語嫌げ物、旅行からの流れですから、さすがに織浜さんわかる、うん、まあね、旅行からっていうかね、これはもう比較的あのメジャーな言葉でしょ、もはや、ね、やっぱりご存知、旅行のお土産と、はい、嫌な感じの嫌をかけて嫌げ物、はい、つまりもらっても嬉しくないお土産ってことですよね。正解、いやー、知っててくれて嬉しい。いやいや、これはもうだって殿堂入りしてるだろ。まあ三浦淳さん、もちろんです、三浦さんがな、はい、これもうだいぶ前からおっしゃってない、三浦さん、もう我らが MJ、 MJ、 MJ ですよ、マイケル・ジャクソンではなく、なく三浦淳さんによる造語で、はい、観光地で誰がこんなの買うわけと思わせたり、送られた相手が喜ぶどころか突き返されたりしそうな、うん、まあ、もらっても全然嬉しくない土産物の総称ですよね、うん、なるほど。じゃあ俺の事前チラシ原画集みたいなもんじゃないですか。そうですね、この間あれだよ、赤江珠緒さんに渡したらさ、はい、ものすごい笑顔で嫌そうな顔だったからさそうですか、もう王道の土産物じゃないの、俺の画集なんですよ。そうですね、うんうん、MJ はあれですよ、だから MJ をすんなよ、三浦淳さん捕まえて。ゴムヘビですよ、ゴムヘビ、いろんなところに売ってるゴムヘビ集めたりとかね、はいはいはい、してましたけど、うん、過去に嫌げ物を集めた、うん、何千点も集めた展示会をね、うん、開催したこともあるんだって。いや、そこはね、三浦さんはほらゴッドハンドでいらっしゃるから、そうそうそう、だから三浦さんの手が触れたら、うん、あの触るもの全てが金に変わったって、そうですね、乱そうみたいなもんで、一人電通って言われてますからね、うん、そうそうそう、だから三浦さんの、ね、あのがタッチさえすればそれ自体作品扱いされるんだけど、うん、触れてないとな。確かに、うん、その地方のフィギュアとかね、はいはい、あるわな、ぬいぐるみ、あるあるある、キーホルダー、うん、僕なんかはあの京都行ったらすっごい長い、あのボールペンぐらいある刀のキーホルダーとか買ってきてプレゼントしたりとかしてますね。嫌でしょ、いいね、笑顔の嫌がらせだね、おい、掛け軸ね、あ、いいね、ペナント、うんうんうん、熊の置物、はいはいはい、ちょうちん、木刀、ね、あとあの熱海のあたりの秘宝館とかね、秘宝館のお色気グッズ、きついですよ、嫌だよね、だこういうものとかでマンだらけとかで高く買ってくれないからねそうなんだよ、北原照久さんも引き取ってくれないよ、こういうものは。そうなんだよ、嫌げ物もらったことある？俺はね、具体的にうわーって顔しかめちゃうようなのはないんだけど、うん、今のところね、もしね、これお土産でもらったら嬉しいなっていうのはね、うん、とりあえずアパホテルにしか置いてない本が欲しいですね今あれが欲しい、だからアパホテル泊まらないと手に入らないんだよ、そうですね、そうそうそう、あれが欲しいね、キワキワです、うん今日の今時用語は土産物、うん、意味はもらっても嬉しくないお土産のことでした。うん、探したい、そうです、なる、そうです、広角機動隊ゴーストインザシェル、そうだよ、この実写版をぜひね今年はもう必見ですぞ。いやー、たけしさんが荒巻やるっていうので、うん、もう今かなり、うん、楽しみにしてます。まあアニメファンの皆さんぜひゴーストインザシェル、はい、もうこれはマストシーでお願いします。というわけで今日の今時用語デビルマン基準、映画デビルマンを元にしてダメな映画を再評価するための新しい基準、物差しのことでした。この番組を聞いてくださっている皆さんの中にはですね、うん、春休みに家族旅行してきたよっていう方も多いんでしょうね。いいね、家族ね、我々いつ作れるんでしょうか、家族そのものを。本当ですよね、え、うん、2人ともですけれども、会社の上司や同僚、ご近所の方から、まあ旅先からね、はい、嫌げ物をもらったっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。嫌げ物、嫌げ物、うん、今日の今時用語嫌げ物、旅行からの流れですから、さすがに織浜さんわかる、うん、まあね、旅行からっていうかね、これはもう比較的あのメジャーな言葉でしょ、もはや。
やっぱりご存知、ね、旅行のお土産と嫌な感じの嫌をかけて嫌げ物、はい、つまりもらっても嬉しくないお土産ってことですよね。正解。いや知っててくれて嬉しい。いやいやこれはもうだって殿堂入りしてるだろ。まあ三浦淳さん、もちろんです。三浦さんがな、はい、これもうだいぶ前からおっしゃってない。三浦さんもう我らが MJ MJ ですよ。マイケル・ジャクソンではなく三浦淳さんによる造語で、はい、観光地で誰がこんなん買うわけと思わせたり、うん、送られた相手が喜ぶどころか突き返されたりしそうな、うんまあ、もらっても全然嬉しくない土産物の総称ですよね、うん、なるほど。じゃあ俺の次戦チラシ原画集みたいなもんじゃないそうですね。この間あれだよ、はい、赤江珠緒さんに渡したらさ、ものすごい笑顔で嫌そうな顔だったからなそうもう王道の土産物じゃないの俺の画集なんですよ。そうですね、うん、MJ はあれですよ、だから MJ はすんなよ。三浦淳さん捕まえてゴムヘビですよ。ゴムヘビ、あいろんなところに売ってるゴムヘビ集めたりとかね、うんはいはいはい、してましたけど、うん、過去に土産物を集めた、うん、何千点も集めた展示会をね開催したこともあるんだって、うん、いやそこはね三浦さんはほらゴッドハンドでいらっしゃるから。そうそうそう、だから三浦さんの手が触れたら、うん、あの触るもの全てが金に変わったって、そうですね、乱そうみたいなもんで、一人電通って言われてますからね。そうそう、だから三浦さんの、あのがタッチさえすればそれ自体作品扱いされるんだけど、うん、触れてないとな。確かに、うん、その地方のフィギュアとかね、はいはい、あるわな、ぬいぐるみ、あるあるある、キーホルダー、うん、僕なんかはあの京都行ったらすっごい長い、うん、あのボールペンぐらいある刀のキーホルダーとか買ってきてプレゼントしたりとかしてますね。嫌でしょ、だっていいね、笑顔の嫌がらせだね、おい。掛け軸ね、あいいね、ペナント、うんうんうん、熊の置物、はいはいはい、提灯、木刀、うん、ね、あとあの熱海のあたりの秘宝館とか、秘宝館のお色気グッズきついですよ。嫌だよね、だこういうものとかでマンダラケとかで高く買ってくれないからねそうなんだ、北原照久さんも引き取ってくれないよこういうものは。そうなんだよ。土産物もらったことある？俺はね、具体的にうわーって顔しかめちゃうようなのはないんだけど、うん、今のところね、もしねこれお土産でもらったら嬉しいなっていうのはね、うん、とりあえずアパホテルにしか置いてないもん今時用語は。今日の今時用語はデビルマン基準、うん、この言葉は映画デビルマンから来ていて、はいはい、ダメな映画を再評価するための新しい基準、物差しのことです。ひどいね具体例としてあげちゃうのこれ、名前を使い方として、うん、大こけした作品とかね、ーはーはー、最低の映画に贈られるラジー賞っていうものに選ばれるような、海外であるよね、あるじゃないですか、うんうん、ああいうのに対して、うん、実写版デビルマンと比べたらいいんじゃないのとかデビルマンと比べたらむしろいけてるんじゃないのというように、まあ、あえてね、うん、あえて映画デビルマンと比較することで好意的に再評価しようと。ね、もうその最低基準がデビルマンってことで合意が形成されちゃったわけ、合意が形成されて、それが今どき用語なんです。だから過去の評価を情報修正したりすることもできると、うん、デビルマンによって。すごいね、うん、まあそういう映画あるじゃん、他に。まあまあまあ確かにね、個人的にパッと出てくるのは、うん、まあその映画じゃなくて別次元に行っちゃってるんじゃないかと思える水野晴郎さんのシベリア超特急とかね、うん、別次元、うん、あとやっぱどう考えても本田博太郎の顔しか印象に残らない、うん、北京原人フーアとかね、フォアユー、うんうん、これもう三大名作ですよ。三大名作ですよね、うん、まあ、映画デビルマンこれかばうわけじゃないですけど、うん、実写版の映画って難しいですよ。そりゃそうだよ、お前もうルパン三世だの、あの辺でもう最近だってひどい目にあってんじゃない。そうそうそう、うん、だからこう原作好きな人に向けて作ってはいないんだけども、うんうんうん、まあ、それにしてもみたいなね。明日の情もきつかったな。そうですね、どうですか、折島さん、実写化してほしい作品ありますか。いや俺だから俺よりむしろ達者だと思うけど、うん、あの話どうだったの、新世紀エヴァンゲリオン実写化っていうの。あれハリウッドでなんかすごいプラン進行中とか、そうそう、権利だけ買ってまだフリーズしてるやつですよね、うん、あ、そうなの。そういうのがね結構たくさんあるんだって。あ、もったいないね。うん、まあね、その点で言ったらね、まあちょっと我々これベンチャルじゃなくてね、まあ、我々の事務所の恩泰、恩泰たけしさんがお出になる、そうです、広角機動隊ゴーストインザシェル、そうだよ、この実写版をぜひね今年はもう必見ですぞ。いやー、たけしさんが荒巻やるっていうので、うん、もう今かなり、楽しみにしてます。まあアニメファンの皆さんぜひゴーストインザシェル、はい、もうこれはマストシーでお願いします。というわけで今日の今時用語デビルマン基準、映画デビルマンを元にしてダメな映画を再評価するための新しい基準、物差しのことでした。この番組を聞いてくださっている皆さんの中にはですね、うん、春休みに家族旅行してきたよっていう方も多いんでしょうね。いいね、家族ね、我々いつ作れるんでしょうか、家族そのものを。本当ですよね、え、うん、2人ともですけれども、会社の上司や同僚、ご近所の方から、まあ、旅先からね、はい、嫌げ物をもらったっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。嫌げ物、嫌げ物、うん、今日の今時用語嫌げ物、旅行からの流れですから、さすがに折原さんわかる、うん、まあね、旅行からっていうかね、これはもう比較的あのメジャーな言葉でしょ、もはや。
やっぱりご存知、ね、旅行のお土産と嫌な感じの嫌をかけて嫌げ物、はい、つまりもらっても嬉しくないお土産ってことですよね。正解。いやー知っててくれて嬉しい。いやいやこれはもうだって殿堂入りしてるだろ。まああの本当は頭がいいのに男子がいると自分の IQ を下げる、うん、意識しておバカになれると、ね、これで書いて嫌味だな。あと自分のことを天然っていう、うん、ああダメダメダメ自覚がある。絶対ダメこれ。あと私天然なんでみたいな、そうそうそう、言い訳に使うでしょ。前置きしてよ、うん、なんか何やっても許されるみたいな振る舞いしてた。そうそう、それ俺認めないから。当たり前だよ、即そこでそこで直れだよ。当たり前だよ、綺麗ですよ。冗談じゃないバカ野郎ね。あと本当にミスはしてはいけないっていうところで決してミスをしないというね、うん、ちゃんと抑えるところは抑えるみたいな。どうしなそれとかいちいちな。そうそうそう、もうどれもこれも最悪ですよ全く、本当に。まああの以前から恋愛マスターをね、まあ、あの自称してる折島さん、誰が言ってるんだよ本当に。養殖天然なんかではなくて、うん、はいはい、時代や用の東西問わずね、こういう女がモテるんだっていうのをビシッと教えていただけ、ビシッと言っていいんですか。ああ、じゃあね、モテる女っていう存在そもそもがうざたいんだよ本当に。どうでもいいわそんな存在は。なんか勝手にしろ本当に。というわけで今日の今時用語は養殖天然。意味は本当は天然ではないが男性の気を引くためにわざと天然のように振る舞う女性のことでした。口癖よ。折島さん、はいはい、最近どんな映画見ました？映画ね、うん、岩波ホールでルキノ・ヴィスコンティの家族の肖像を見ましたよ。はあ、ヴィスコンティね、イタリアの貴族ですよ本当に。名画ですね。うん、おすすめある？え、なんか他に。いやもうおすすめ最近だとなんだろうね、うん、あの沈黙サイレンスはね、うん、あまりにもあのキリスト教的な価値観を押し付けられすぎてて、はい、客席で俺が沈黙しちゃったって。あの遠藤周作のね。そうそう、でも一世尾形さん素晴らしかったけどね。あ、それなんか一世さんの演技は素晴らしかったけど、この映画ね、うん、デビルマン基準でいうとどんな感じですか？いや、何その意見、その基準。デビルマン基準でいうと。何ですかその今時用語は。今日の今時用語はデビルマン基準、うん、この言葉は映画デビルマンから来ていて、はいはい、ダメな映画を再評価するための新しい基準物差しのことです。ひどいね。具体例としてあげちゃうの、これ名前を。使い方として、うん、大こけした作品とかね、あーはーはー、最低の映画に贈られるラジー賞っていうものに選ばれるような、海外であるよね、あるじゃないですか、うんうん、ああいうのに対して、うん、実写版デビルマンと比べたらいいんじゃないのとか、デビルマンと比べたらむしろイケてるんじゃないのというように、まあ、あえてね、うん、あえて映画デビルマンと比較することで好意的に再評価しようと。ね、もうその最低基準がデビルマンってことで合意が形成されちゃってるわけ、合意が形成されてる。それが今時用語なんです。すごい、ね、過去の評価を情報修正したりすることもできると、うん、デビルマンによって。すごいね、まあ、そういう映画あるじゃん他に。まあまあまあ確かにね、個人的にパッと出てくるのは、うん、まあその映画じゃなくて別次元に行っちゃってるんじゃないかと思える水野晴郎さんのシベリア超特急とかね、うん、別次元、うん、あとやっぱどう考えても本田博太郎の顔しか印象に残らない、うん、北京原人フワとかね、フォアユー、うん、これもう三大名作ですよ。三大名作ですよね、うん、まあ、映画デビルマンこれかばうわけじゃないですけど、うん、実写版の映画って難しいですよ。そりゃそうだよお前、もうルパン三世だの、あの辺でもう最近だってひどい目にあってんじゃない。そうそうそう、うん、だからこう原作好き女優なんないんだけど、うん、今のところね、もしねこれお土産でもらったら嬉しいなっていうのはね、うん、とりあえずアパホテルにしか置いてない本が欲しいですね。今あれが欲しい、だってあれアパホテル泊まらないと手に入らないんだよ。そうですね、うん、そうそうそう、あれが欲しいね。キワキワです、うん。今日の今時用語は土産物、うん、意味はもらっても嬉しくないお土産のことでした。うん、探したい。になる、そうです、広角機動隊ゴーストインザシェル、そうだよ、この実写版をぜひね、今年はもう必見ですぞ。いやー、たけしさんが荒巻やるっていうので、うん、もう今かなり、楽しみにしてます。まあアニメファンの皆さんぜひゴーストインザシェル、う、ね、はい、もうこれはマストスティーでお願いします。というわけで今日の今時用語デビルマン基準、映画デビルマンを元にしてダメな映画を再評価するための新しい基準物差しのことでした。この番組を聞いてくださっている皆さんの中にはですね、うん、春休みに家族旅行してきたよっていう方も多いんでしょうね。いいね、家族ね、我々いつ作れるんでしょうか、家族そのものを。本当ですよ。ね、2人ともですけれども、うん、会社の上司や同僚ご近所の方から、まあ、旅先からね、はい、嫌げ物をもらったっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。嫌げ物、嫌げ物、うん、今日の今時用語嫌げ物、旅行からの流れですから、さすがに折島さんわかる、うん、まあね、旅行からっていうかね、これはもう比較的あのメジャーな言葉でしょ、もはや。
やっぱりご存知、旅行のお土産と嫌な感じの嫌をかけて嫌げ物、はい、つまりもらっても嬉しくないお土産ってことですよね。正解。いや知っててくれて嬉しい。いやいや、これはもうだって殿堂入りしてるだろ。まあ三浦淳さん、もちろんです。三浦さんがな、はい、これもうだいぶ前からおっしゃってない。三浦さんもう我らが MJ MJ ですよ。マイケル・ジャクソンではなく三浦淳、さんによる造語で、はい、観光地で誰がこんなの買うわけと思わせたり、うん、送られた相手が喜ぶどころか突き返されたりしそうな、うんうん、まあ、もらっても全然嬉しくない土産物の総称ですよね、うん、なるほど。じゃあ俺の次戦チラシ原画集みたいなもんじゃないそうですね。この間あれだよ、赤江珠緒さんに渡したらさ、はい、ものすごい笑顔で嫌そうな顔だったからそうですか。もう王道の土産物じゃないの、俺の画集なんて。そうだよね、うんうん、MJ はあれですよ、うん、だから MJ をすんなよ、三浦淳さん捕まえて。ゴムヘビですよ、ゴムヘビ。いろんなところに売ってるゴムヘビ集めたりとかね、うんうん、してましたけど、うん、過去に土産物を集めた、うん、何千点も集めた展示会をね、うん、開催したこともあるんだって。いや、そこはね、三浦さんはほらゴッドハンドでいらっしゃるから。そうそうそう、だから三浦さんの手が触れたら、うん、あの触るもの全てが金に変わったって。そうですね、乱そうみたいなもんで、ね、一人電通って言われてますからね。そうそう、だから三浦さんのあのがタッチさえすればそれ自体作品扱いされるんだけど、うん、触れてないとな。確かに、うん、その地方のフィギュアとかね、はいはい、あるわな。ぬいぐるみあるあるある、キーホルダー、うん、僕なんかはあの京都行ったらすっごい長いあのボールペンぐらいある刀のキーホルダーとか買ってきてプレゼントしたりとかしてますね。嫌でしょ。いいね、笑顔の嫌がらせだね。おい、掛け軸ね。あ、いいね、ペナント、うんうんうん、具体的にうわーって顔しかめちゃうようなのはないんだけど、うん、今のところね、もしねこれをお土産でもらったら嬉しいなっていうのはね、うん、とりあえずアパホテルにしか置いてないもん今時用語は。今日の今時用語はデビルマン基準、うん、この言葉は映画デビルマンから来ていて、はいはい、ダメな映画を再評価するための新しい基準物差しのことです。ひどいね。具体例としてあげちゃうの、これ名前を。使い方として、うん、大こけした作品とかね、最低の映画に贈られるラジー賞っていうものに選ばれるような海外であるよね、あるじゃないですか、うんうん、ああいうのに対して、うん、実写版デビルマンと比べたらいいんじゃないのとかデビルマンと比べたらむしろいけてるんじゃないのというように、まあ、あえてね、うん、あえて映画デビルマンと比較することで好意的に再評価しようと。ね、もうその最低基準がデビルマンってことで合意が形成されちゃったわけ。合意が形成されてそれが今時用語なんです。すごい、ね、過去の評価を情報修正したりすることもできると、うん、デビルマンによって。すごいね、まあ、うん、そういう映画あるじゃん他に。まあまあまあ確かにね、個人的にパッと出てくるのは、うん、まあその映画じゃなくて別次元に行っちゃってるんじゃないかと思える水野晴郎さんのシベリア超特急とかね、うん、別次元、うん、あとやっぱどう考えても本田博太郎の顔しか印象に残らない、うん、北京原人フーアとかね、フォアユー、うんうん、これもう三大名作ですよ。三大名作ですよね、うん、まあ、映画デビルマンこれかばうわけじゃないですけど、うん、実写版の映画って難しいですよ。そりゃそうだよ、お前もうルパン三世だのあの辺でもう最近だってひどい目にあってんじゃないの。そうそうそう、うん、だからこう原作好きな人に向けて作ってはいないんだけども、うん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 、まあ、それにしてもみたいなね。明日の序もきつかったな。そうですね、どうですか折島さん、実写化してほしい作品ありますか。いや俺あのだから俺よりむしろ多様だと思うけど、うん、あの話どうなったの、新世紀エヴァンゲリオン実写化っていうの。あれあのハリウッドでなんかすごいプラン進行中とか。そうそう、権利だけ買ってまだフリーズしてるやつですよね、うん、あそうなの。そういうのがね結構たくさんあるんだって。あもったいないね、うん、まあね、その点で言ったらね、まあ、ちょっと我々これベンチャルじゃなくてね、まあ、我々の事務所の御体、うん、御体たけしさんがお出になる広角機動隊ゴーストインザシェル。そうだよ、この実写版をぜひね今年はもう必見ですぞ。いやーたけしさんが荒巻やるっていうので、うん、もう今かなり、うん、楽しみにしてます。まあアニメファンの皆さんぜひゴーストインザシェル、ね、はい、もうこれはマストスティーでお願いします。というわけで今日の今時用語デビルマン基準、映画デビルマンを元にしてダメな映画を再評価するための新しい基準物差しのことでした。この番組を聞いてくださっている皆さんの中にはですね、うん、春休みに家族旅行してきたよっていう方も多いんでしょうね。いいね、家族ね、我々いつ作れるんでしょうか、家族そのものを。本当ですよね、え、うん、2人ともですけれども、会社の上司や同僚ご近所の方から、まあ、旅先からね、はい、嫌げ物をもらったっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。嫌げ物、嫌げ物、うん、今日の今時用語嫌げ物、旅行からの流れですから、さすがに折島さんわかる、うん、まあね、旅行からっていうかね、これはもう比較的あのメジャーな言葉でしょ、もはや。
やっぱりご存知、旅行のお土産と嫌な感じの嫌をかけて嫌げ物、はい、堀島さんは自分のこと天然だと思ったことある？天然、うん、まあ自覚はないね、うんうん、自覚がないことがまあ最大の天然たるゆえんかもしれないけどね、まあ、我々の仲間からもね、うん、あの折島もったつはもう一回もボケても突っ込んでもないって言われましたけど僕らあの天然コンビですからね、うん、そうそうそう、ボケとかツッコミじゃなくて生き様って言われたことだったから、うん、お前の役割は生き様ってどんな役割なんだよ、でね、今日のその今時用語関係あるの天然ってのは、そうあのね、養殖天然っていう言葉があるんですね、来たよこれ、これはだから今時用語じゃないんじゃないの、お、そうこれ天然マグロだけどタルタルソースとかぶっかけちゃって、あの養殖みたいな仕立てにして味台無しにしたとかそういうことでしょ、違うの、いや今日の今時用語の養殖天然は人に使う、うん、特に女性に使う言葉で、養殖うなぎの養殖ね、そう養殖天然、天然、うん、本当は天然ではないのに、はいはい、男性の気を引くためにわざと天然のように振る舞う女性のこと、現れたよなおい、あえての天然ってことですよ、俺はまあだけど、もう悪いけどそもそも天然の女が苦手だからね、あ、うん、私わからないですみたいな感じのね、したったらずでよ、あるニュースサイトでは、うん、この養殖女子、養殖天然女子がですね、うん、周りにどれくらいいるか調査しちゃった、はいはい、全国の10代の女子およそ250人に聞いたところ、うん、なんと8割近くが周りにいると回答したそうですよ。ただね、俺天然に限らず女は全部基本的に演技してると思うよ。そうですかな、うん、俺はもう極めて懐疑的に見てるけどね、あの生き物を特徴としてはですね、男性の前だと声のトーンが2トーンぐらい上がると声が高くなる、うん、これうちの姉ちゃんとかも電話でそうでしたね急にヘナチョコになる、ヘナヘナ、本当は頭がいいのに男子がいると自分の IQ を下げる、うん、意識しておバカになれると、ね、これで書いて嫌味だな、あと自分のことを天然っていう、ああダメダメダメ、自覚がある、絶対ダメこれ、あと私天然なんでみたいな、そうそうそう、言い訳に使うでしょ、前置きしてよ、うん、なんか何やっても許されるみたいな振る舞いしてた、そうそう、それは俺認めないから、当たり前です、即そこでそこで直れだよ、当たり前で綺麗ですよ冗談じゃないバカ野郎、ね、あと本当にミスはしてはいけないっていうところで決してミスをしないというね、うん、ちゃんと抑えるところは抑えるみたいな、うっとうしいなそういうとこいちいちな、そうもうどれもこれも最悪ですよ全く、本当に、まあ、あの以前から恋愛マスターをね、まあ、あの自称してる折島さん、誰が言ってるんだよ本当に、養殖天然なんかではなくて、うん、はいはい、時代や用の東西問わずね、こういう女がモテるんだっていうのをビシッと教えていただけ、ビシッと言っていいんですか、うん、じゃあね、モテる女っていう存在そもそもがうざたいんだよ本当に、どうでもいいわそんな存在は、なんか勝手にしろ本当にというわけで今日の今時用語は養殖天然、意味は本当は天然ではないが男性の気を引くためにわざと天然のように振る舞う女性のことでした。口癖よ折島さん、はいはい、最近どんな映画見ました？映画ね、岩波ホールでルキノ・ヴィスコンティの家族の肖像を見ましたよ。はあ、ヴィスコンティ。ねえ、イタリアの貴族ですよ、本当に。名画ですね。